気学九星別特性七赤金星の人、まさに口から先に生まれたと言われるような星、弁舌爽やか味覚に優れグルメの人が多いです。したがって七赤金星の女性を妻にしている男性は食事面ではさぞ満たされているでしょう。世の中を実に上手に楽しむことに長けています。遊びの合間に仕事をする、ここまで言うのは言い過ぎでしょうか。開運のポイントは何よりも苦労を若くして経験し、お金の価値を身をもっていかに体験するかです。金運の星だけに何かと金回りは恵まれています。その素質をどこまで人生に生かせるかでしょう。そしてこの星は度胸があります。七赤金星には欠けるという勝意があり、何か常に一つ欠けるから、度胸よく何でもできるのです。八白土星の人、気が変わりやすく、昨日と今日での発言が変わったりすることがあります。人当たりはよく受けも良いのですが、とにかく持続性が欲しいです。自分の意志を強固に持ち、一度決めたことは最後まで貫き通す気概が必要になります。頑固なまでのプライドとどう一生付き合っていくのか、保守的なまでに他人の進言をなかなか受け入れません。開運ポイントは何よりも苦言を呈する人がこの星にとり重要で大切にすべきことです。自分に同調する人間ほど危険人物である可能性が高いです。いい気分にさせてくれる人だけと付き合わない方がいいです。九紫火星の人、自分が正しい、自分が上である、この考えがこの星の人には植え付けられているようです。自分の世界があり、そして自分の世界を非常に大切にしています。目がパッチリしている人が多く、綺麗な人が多いのもこの星の特徴。自分をはっきり持っていて他人をなかなか受け入れません。したがって開運ポイントは自分を忘れ、いかに他人を思いやる生き方ができるかです。人を生かすことが自分を生かすことと身をもって知ったら人生大勝利です。元来頂点に押し上がる宿命なのですから、他人のために何をすることができるかを不信することは必ず自分に返ってくることなのです。